どうもこんにちは、つば太郎です。最近ね、呪術廻戦がものすごい人気になってるんですけど、ジャンプ本誌と漫画とアニメと、まあそれぞれ第1話ずつから全部見てるわけなんですけど、呪術廻戦の魅力といえば、まあキャラクターね、キャラ立ちと、あと革新的な能力なんですけど、もう一つね、この作品を支える魅力があるんです。それが芥見ゲゲ先生の設定の作り込みの深さですね。で、今回はその設定の作り込みの深さが遺憾なく発揮されている大人気キャラ五条悟の能力について解説していこうと思います。五条悟の術式といえば無下限術式、無量空所、反転術式などがありますが、今回は無量空所のみの説明を解説をしていこうと思います。そもそも無量空所とはという話なんですが、これは領域展開と呼ばれる呪術師、まあ、もしくは呪いとかが目指す術式の最高位のものです。まあ、ですので、これを使える呪術師などは優れていると思ってもらって構わないです。もちろん生涯をかけてこれをね、得得することのないまま死んでしまう呪術師も多く存在します。そしてこの領域展開の一種類であるうちの無量空所なんですけれども、上吾がね、唯一これを食らっているわけなんですけど、でその唯一食らっている上吾自身は実はこの能力を履き違えて認識してしまっているんですね。上吾はね、こう言っていました。何も見えん、何も感じん、違う、何もかも見える、すべて感じる、いつまでも情報が完結しないと言っていましたが、これはね、完璧に間違いですね。実はこの能力、すべてが見えるではなく、ほんの一部しか認識できないようにされるという能力です。この能力を視覚に限定して説明するとすれば、今上吾に見えているものは火山、虎杖、五条悟なんですね。五条悟が目の前にいて、隣に虎杖がいるなんですけど、目の前にいる五条悟のゴゴ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 ゴを繰り返してるだけなんですね。五条悟という名前すら認識できずに、最初のゴーをずっと繰り返したんです。いつまでも五条悟の字の字に行かないんですよ。ほんの一部しか、同じ情報しかずっと与えられないことによって、結局何も行動ができずにやられてしまうという、もう本当に恐ろしい術式になってます。つまりはこの無量空所を食らっている時、本当に限定的な一部しか感じられないようにさせられているっていう能力になるわけです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。この無量空所ね、実は他の術式と比べて、割と簡単な方ですね。一番個人的に難しいなと思うのは無下限術式の方ですね。まあそれはね、また別の動画にしていこうかなと思います。というわけで、この動画がいいなと思いましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。